はい、はい、ということで今日はゴールデンウィークです。そうですね。ということでゴールデンウィークになるとですね、はい、まあ、久々のやつらが帰ってきたりとかもしますので、はい、これはですねいつも出てくるクマさんの弟くんの車でございますが、はい、はい、名古屋帰りでございます。それはそれは、ね、それはそれはということで、まあそんなね、変態紳士として、はい、なかなかの愛車遍歴を誇るやつが、はい、とりあえず今もう30を超えて落ち着き、うん、で今選んでる車がこの S4 ということで、はい、まあじゃあそのね S4 の下回りを見ていきつつ、まあ、この間のって言ってもまあちょっと前になるけど WX の STI を取ったんだけど、はいはい、まあそれと比べてまあ同世代の車にはなるんだけど、うん、何が違うのか、はい、スバルさんっていうのをねちょっと中心に見ながらちょっと喋っていこうかなとは思うんですけれども、はい、まあこうやってまず見ていくとですね、はい、この後ろ回りから見る雰囲気はもう WX とほぼ一緒。もうこのアーム形状だったりだとか、はい、この辺りのもうその微妙なこの当初のアームのところだったりだとか、はい、この辺はもうほとんど変わりません。へー。なのでプラットフォームは多分ほぼ一緒のはずやんね、あいつとね。なんでまあ下回りで大きな特徴っていうのはそちらの方とは大きく変わんないです。はい、ただまあやっぱり見てて違うのが、まあ、ここから先になるんだけど、まあ、エンジンミッションがね、うんうん、違うの。だからこれに合わせたキャラクター作りっていうのをしてあるから、うん、もちろんだけど同じビルシュタインがついててもサスペンションの味付けとかは違うし、うん、あいつは確か、普通の機械式のサイドブレーキやったと思うけど、これが見える電磁パーキングね。あ、なるほど。まあ、やっぱりその、電子パーキングっていうのを採用することによってどっちかっていうと快適性とか、うん、そういう先進性とかで、俺も覚えてるんだけどこれ買ってきた時に、はい、アイサイトをね実験で遊んだりとかしながら、あ、そうなんですか。そう、お、本当に止まるじゃんとか、本当に追尾するじゃんとかって言いながらやったりとかもしたんだけど、はい、まあ、そういう意味で言うとWRXと比べると非常に快適性っていうところに振っている車なのかなっていうのがまあ見て取れますと。うんうん、あとはまあ使ってるのがまあどっちかって言ったらまあ愛知岐阜のあたりを使っているので、うん、こういうねサビはねやっぱね出てきますですね。そうですね、まあ、エンカルとかそんなのね。ただまあこういう表面に浮いてるぐらいのサビっていうのは、はい、まあ、フレーム骨格のところに何かどうこうっていうのがあるわけではないので、うん、まあ、すぐどうこうなったりするっていうことはまずございませんと。うーん、ただ、やっぱりこれがどんどんほっといて進行はしていくとよろしくはないので、はい、まあ、そういう意味で言うとやっぱりこういうサブフレーム周りだとかあとはこのアーム周りとかっていうので、まあ、定期的にねシャシブラックだったりだとか防水塗装っていうのをしてあげるっていうのはやっぱり長く車を使っていくっていう意味で言うと非常に有効な手段に一つになるのかなと。お、こいつもだからもう10万キロを超えてる車両になるから、はい、まあ、例えばこっからでも遅くはないので、うん、まあ、まだまだ乗るぞっていうんだったらこういう防水関係とかもね、うん、やっといた方がベターかなとは思います、はい、でこのまますぐ行ってね整流板がしっかりとあって、でだから WX に比べると若干ちょっとというかマフラーが細めだなっていう印象がありつつ、はい、ここがほらドコッとあります。これが CVT でございますな、はい、知らなかったんですよ。知らなかった、はい、そうなんよ。スバルさん昔からな割と CVT を使うの。そう、これ確か CVT を4の出したのは確かスバルだったんじゃねえかな、俺の記憶は確かだったら。そうなんですか。そうだよ。へー、うん、だから CVT っていうのに昔から結構知見を持ってると。で300馬力を受け止められる CVT なんで、うん、いやおかしいでしょ。そう、じゃあそれはね、うん、まあ、乗り味のところのチェックでいろいろ話してみましょう。そうですね。で、エンジンの方もですね、DIT、直噴ターボです、はい、こいつ、はい、なので、エンジンも、まあ、WX はもう昔からある EJ20 の、うんうん、使い込んだスポーツエンジンっていうのから、うん、はい、まあ、やっぱ快適性とあとは燃費、うん、そしてパワー、航続距離とか、まあ、そんないろんなところをこういいバランスで高次元に実現するために作った一応新設計の次世代型のエンジンになってきてるので、うんうんうん、まあ、その辺もね乗ったフィーリングとか乗った感じとかっていうのがどう変わっていくのかっていうのは、まあ、ちょっと楽しみにしていきたいなとは思っております、はいはい、なので例えばブレーキ周りとか見ても必要にして十分な、ね、普通の片押しの、はい、2ポットのキャリパー使ってたりとか、はい、こういうストラットとかもそんなむちゃくちゃごついやつではないです。ああ、そうですね、言われてみれば。そうそう、だから、うん、目的に応じて必要なものを必要なだけ。ただやっぱりそのどうしてもその、どうしてもデフがここにある関係でエンジンこっちに行って、はい、この辺こんな風にこうスペース作んなきゃいけないから、はい、そしたらこういうステフナー足したりとかして剛性をやっぱ高めるようなやつをね
入れてたりとか、はいはいはい、まあするのとかはあるので、まあちょっとそのあたりもね、ハンドリングにどう影響してるのかっていうのをじゃあ試乗編で見ていきたいと思います。はい、ということで試乗編でございます。はい、ライトつけとこう。あ、はい、お肌のテカリが見えんかっていかない。了解です。ちゃんとお願いしますよ。本職カメラマンは今日は後ろからということで。そうです、はい、で今あの、乗ってますが、思ったより足が硬め。硬いですね、意外と。硬、うん、め。硬いな、フル乗車でこれなんやな。そうです、そうそうそう、だいぶ硬いで、うん、だいぶ硬いですね、フル乗車でこれですからね。でまあ一応あの SI モードとかいうのもあるので、まあ、一応まあね、これをスポーツモードに一応しておきましょうか。はい、まあ、そうすると、おお、なるほど、さらに S シャープにすると、おお、なるほど、はい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 、もうねピックアップがねよろしいです。で、まあ、さっき言ってた CVT ではありますが、ニーターターボで300馬力、300、はい、うん、そう、300馬力をちょっとだけ。これ CVT なんですよ。おー、速い、フル乗でこれはーんって。速い、そうですね、うん、これはよう走るですね、うん、満載でこれやけ、うん、でもなんていう、え、ほんま CVT か、 CVT の感じ。いや、思わないですよね、うん、だって一応今ほらスパーって上回って変速があったやん、ちゃんとありました、スコーンって言って、これはフィーリング的によろしいよ。そうですよね、うん、ほんまにモワーでいかんのよな。そう、モワーっていう感じよりはスパーって吹き上がってくるけ、これ多分正直 CVT って言われんかったら、いや、分かるんす、うん、あんまり普通の人意識しながら乗ることって多分ないんじゃないかな、うん、でさらにもうこの、 あの SI モード、 I モードだけ、まあ、いわゆるコンフォートモードみたいな感じか、はい、に変えるともうあのアクセルのその突きに対して あんまり機敏すぎずに普通に乗れるけ、うん、めちゃくちゃよろしいですよ。ラグジュアリーからノーマルなんですか先生？これノーマルです、確か。マフラーだけ、マフラーだけ、マフラーだけ FGK って書いてあった。 FGK、 富士坪技研工業、はい、富士坪さんって書いてましたが、であとはですね、その、まあ、硬い足回りとは言いつつもですね、こういうあのアンデュレーションがいっぱいのこの山道をこう入っていくじゃないですか、はい、悪ないよな。そうですね、フラットライド感があって、あの運転ショールコツとしてはとっても運転しやすいよ。さっきのギャップとかみたいなとこもポコンって跳ねても一発で収まるけ、うん、あの運転ショーって不快感がない。横に乗っててもあんまり、そうやろ、うん、もうこれ11万キロ超えとるけど、え、これもう足も1回も変えてないやろ。いや、2回変えた。2回変えた。2回変えた。マジ故障修理でございます。あー、ってことはでも言うてとあれやろ、まあそこそこ距離は乗ったよな、どうせこれこの足で5万キロぐらい、うん、あ、乗っとるわな、ちょうどええぐらい、ちょうどええぐらいよ。でもなんか全然で、やっぱあれやな、頭が入るなこれ、ほんまにググッとこういうところも、あ、コブダイ、コブダイ、いや、ほんまにこれはええで、めちゃくちゃほんまにこれええな、ほんま、なんかあれ思い出した、え、それこそこいつが一番最初に乗っちゃった B4、はいはいはい、レガシーの、はい、あれに近いもんがある。あ、やっぱりあれなんですね、 WRX といえどもやっぱレガシーなんですね。いや、っていうかな、多分これがレガシーやと思うぞ俺。え、逆に、うん、あのだってもうほら、まあ、大きな声では言えんけど、はい、こないだ乗ったレガシーがあったやん。はいはいはい、もうどこ、あの肩とか言ったらまたちょっとつつかれてめんどくさいけ言わんけど、はい、あれは正直あんまりな、そのスバルの車としてな、うん、なんか俺の中でピンとこんかったやんや、まあ、なんかこう大丈夫ですか、ポンって感じ。えスバリストの人たちから、いやいやいや、ニチニチ言われるんですか。でもな、でピンとこんかったんよ。でもね、スバリストも思ってるじゃないですか、これがレガシーかって思いよったんやけど、うん、これがレガシーです。いや、ほんまにこのやっぱレガシーってスポーツ、俺はセダンやと思っとるけん、はい、このなんていうん、ツーリング性能もしっかりありつつも踏んだら応えてくれて、で切ったら曲がって、でこのなんていうしっかりとしたフィーリングがあって、それがやっぱり車好きな人たちをこう満足させてくれる、やっぱそういうもんやと思うよね。だからそういう意味から言うと、このえ WRX S4、 これは多分なんならレガシーとして打った方がいいんじゃねえのって思うぐらい本当に。もう遅い。いや、ほんまにレガシー B4 で打った方が多分売れるぞ。まあそうですね。いや、ほんまに、う
っていうぐらいのレベル。昔があれやろ、うん、アメリカ市場向けにでっかくなってしまったから、まあ北米向けってことやろ。うん、まあ、個人的にはこれはなんかある意味そのスバルの中でベストバイな気はするな、はいはい、やっぱ WRX の STI とかになるともうそれこそあれよ、昔のあのインプレッサの STI と一緒やけん、そうですね、ちょっとやりすぎ、やりすぎというか、まあゴリゴリが好きな人はどうぞやん、うん、たらそのスバルのその乗り味とか乗り心地とかその目指していくところをある意味体現しとるんで、俺はこの S4 が割とええとこそ1トンちゃうかなって思うけどな。ですね、うん、そうなんです。ということで何よりもこの CVT と、はい、あとはこのエンジンが楽、はい、いや楽です、横に乗ってでも楽、ね、そうやろ、はい、だけなんか、まあ、これなら確かにあの愛知あっちの方から休みの時に帰ってこようかっていう気になるわ、うん、ほんまに。そうなんです。ピッ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 アイサイト自動アイサイトが効いてるけど確かにあのおばあちゃんは引かれるでちょっと危なかった、なんか我関節みたいな感じでした、ね、いやお前危なかったな、はい、ということで、まあね、そんな、スバルさんでございましたが、はい、まあ、やっぱりね、例えば同じ例えばプラットフォームというかボディだったとしても、はい、エンジンミッションが変わる、まあ、特にエンジンが変わるということとかっていうのはやっぱかなり車のキャラクターっていうのが変わるなっていう印象です。で、ね、プラスやっぱりそれを上手に料理できるかどうか、まあ、その要はよく変わっていったそのミッションとかそんなのっていうのをという意味ではぜひね、機会があったらこの S4、まあ、あの多分今だったらまあ割とお求めやすい価格になってきてるんじゃないかなと思うの で、 そうです、ね、個人的にはあの狙い目じゃないかと思いますので、まあ、これであのめちゃくちゃ売れるようになった時にはちょっと中古車バイヤーから何か俺はもらえるかな。スバルさんはあれ後継は何かあるんですか。この次の方はあります、うん、出てますね。出とるよな。 2.4 リッターの 2.4、 そうだ、2リッターとしてはこいつが最後、はい、そうやろ。じゃあ もっと速い 2.4 のターボ。ターボ、あ、早い。うん、じゃあ多分もっと多分な、うん、より大人になっとるやろうけ、うん、あ、なるほど。でレガシーの B4 の2リッターターボが好きだっていう人はこっちかもよ。はいはいはい、うん、そうそう。なんでまあね、皆さんもその辺の違いを感じながらね、ぜひ乗っていただけたらと思いますので、じゃあそんな感じでよろしくお願いいたします。それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。